こんにちは、速稼塾の久保です。アビガンっていうね、なんか薬が一瞬だけテレビで出たんですけども、あれからあんまり話題になんないなっていうのが気になるところなんですよね。まあ、アビガンっていうのは、まあ、今流行ってるあれのね、抑制剤というか、効果があるとされているんですけども、まあ、このなんですかね、白木教授ですか、白木先生がミヤネ屋っていう番組に出て、お話しされていたんですけども、これあの後どうなったんですかね。まあ、早くこれが効くんだったら効くで、国民の皆様もしくは世界中の方を安心させてあげてほしいなと思うんですよ。で、安心材料が増えればね、また事業も始まってお店も再開して、活気が戻ってきてですね、まあ、中国で春節っていうのがまた始まればいいなとかね、思うんですけどもね。いろんなイベントが中止になったりとかして、ものすごく活気を失ってつまんないですよ。やっぱ YouTube 見てもね、同じ話題がずっと出てくるんで、まあ、アクセスが取れるんでしょうけども、まあ、でも私がね、 YouTube を見て急上昇とかを見ると、不思議とですね、いつものエンターテインメントとかが上位を占めてるんですよね。まあ、やっぱり飽きていくのかな、気になりながらも飽きていくのかなと思います。まあ、そういう中でね、ちょっとウェットティッシュを検索してみたんですよ。そしたらウェットティッシュが普段はね、あんまり意識しないんですけども、結構なんか在庫切れが多くって、まあ、転売して価格が1000円とか2000円、10倍とか20倍になってるところも多くって、マスクとか、それからあれですよね、アルコールのエタノールとか、ああいうのと同じようにかなり価格が上がってるなっていう印象を受けますけどもね。どうなんですかね、この辺は。だから、いろんな局面で品枯れするものってのは出てくるんですよね。例えば納豆が体にいいよって言ったら、次の日スーパーから納豆が消えるとか、それからヨーグルトがいいよって言えば、ヨーグルトがダイエットに効くよって言ったらヨーグルトがなくなっていくとかね、そういうのはまあ繰り返されていくんですけども、ただね、やっぱりこう我慢すればいいものと我慢がなかなかできないものってあると思うんですよ。この時期にやっぱりね、花粉症の方とかマスクを低価格で手に入れたいっていうふうに思ってらっしゃると思いますけども、まあ、こういうふうなトレンドが来てしまうとなかなかね、手に入りにくいと。買おうと思っても高い上に消費税も高くなってるし、可処分所得は削られてるんで、その思い切ってね、バーンと買えなかったりするみたいなこともありますよね。で、そういうのが転売してる人への怒りになったりとかしてですね、まあ、なんかその無用の対立を生むっていうんですか、マスクの転売についてなんですけど、私よくね考えるんですけども、マスクの転売屋さんがもしいないとして、全てね、元の値段で売られてるとするじゃないですか。例えば100円とかのものが100円で売られてるとする。そしたら品切れするのは同じだと思うんですよ。品切れして結局本当に欲しいもの、欲しい人に手に渡らないとかいうのは、そこでも起きるんではないかなと思うんですよ。で、ちょっとこう逆説的なんですけども、転売屋さんがいるとどっかから仕入れてきて、確かに高いかもしれないけども、本当に欲しい人のところには手に入るっていうことにはなるのかなと思うんですよね。で、もちろんね、なんか100円で買えるものを20倍とか30倍とかね、弱みにつけ込んで高値をつけるのは、それは感情的に腹が立つんですけども、でも全く手に入らなくって、世の中に転売屋さんがいなくってね、もう全て普通の流通ルートから消えたら手に入りませんとかなるのも、これもまた怖い話だなと思うんですよね。まあ、どうですかね、この辺は。で、ちょっと話戻しますと、アビガンっていうのがね、まあ、話題になんなくなったなっていうのは不思議なんですよ。ミヤネ屋っていう番組で、2月15日ぐらいでしたかね、テレビで出た時に、ああ、だったらこれで安心だってことで、こういう特集があっちこっちで組まれたりとかね、するのかなと思ったら、どちらかというと、アビガンも、なんだ、副作用があるよっていうふうなことを言い出す方が結構多くって、でもアビガンの副作用ってどんな薬にでも副作用あるし、それからアビガンを使った人とかね、使ったことがある人とか、その専門家が副作用がっていうんだったら分かるんですけども、そうではない人がなんか言ってるところが多いのかなと思っちゃいます。まあ、厚生労働省のホームページ見るとですね、アビガン使用のためのガイドラインというのがもう設けられてます。7ステップぐらいで手に入りますん でしかもね、200万件ぐらいのストックがあるそうなんですよ。まあ、ですんで、こちらをね、使って早く回復していただきたいなというところもあるし、でそれから何よりもね、こういうものがあるよってことで安心材料になっていただければ、また世の中ね、盛り上がって経済活性化するんではないかなと思うんですけどもね、皆さんどういうふうにお感じになるでしょうか。
不思議だなと思うんですよ、このアビガンがもっともっと広がんないのが。で今イタリアでしたっけね、イタリアの方はあの感染者が一気に増えて、それからお亡くなりになる方も6名とか出てですね、韓国でもなんか一気に増えましたけども、はっきり言ってね、感染者数もそうなんですけども、死者数は特に日本以上で、上がってるんじゃないかなと思うんですよ、うん、今度ね、それぞれの感染者お亡くなりになった方のランキングとかをまたまとめていたやつを見ようかと思いますけども、うん、まあすでにね日本は割と抑えられているのかなって気はするんですけど、抑えられてるも何もの何ですかね、もう外出しなくなっちゃったりとか人に会わなくなっちゃったりするんで、それは感染の頻度は遅れますよね、うん、まあ楽観視はできないんですけども、あまりにも怖がりすぎて行動しなかったりすると、これ今度経済が私たちをね殺しに来るんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり商売がうまくいかないと、それこそねお金がなくって、死んでしまう方もいると思うんですよ。食うに困ってとかね、で価格が高騰してとかっていうのも、人がやっぱり動かなければ製品は作られませんし、うん、で需要も供給も起きなくって、本当にね危ないことになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でエタノールの消毒液ですか、消毒液自体はあっても消毒液を入れるその容器がねやっぱり中国製だったりするんですよね。だからその安倍総理が中国人を一切シャットアウトにしなかったのはどうだ、あれは良かったのかっていうところがありますけども、うん、安倍総理がそう考えたのはどうか分かりませんよ。でも中国からのその渡航をね全く禁止にすると、これだけ中国依存が大きくなってきた日本にとっては仕入れが起きないってことにもなるんですよね。それはそれで大変なことになっちゃうんじゃないかなと、うん、確かにね渡航制限をしないと、そこからどん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 コロナウイルスを持ったかもしれない方がね日本に入ってくることはあると思いますよ。あると思うんですけども、うん、どっちもトレードオフっていうかゼロにはできないかなっていうところもあるし、それだけ内需っていうかね国内生産力があるかっていうと、もうすでに国内生産力は手放してしまっているところなんで何とも言えないですよね。でそれからですね、やっぱこれを機会に海外依存っていうんですか、あれをちょっと見直した方がいいかなというところもあります。確かにリスクとしては世界中が今回みたいに一気にね同じような災害に見舞われることっていうのは本当稀なんですけども、グローバリズムの弊害っていうのは何かっていうと、今回まさにそれなんですよ。一つの地域で流行った病気とかがウイルスとかが人の動きが盛んなんで、あっという間にね世界中に広まってしまうってことなんですよ。でこれがね鎖国をしている日本だったら海外で流行った病気っていうの全く入ってこなかったと思うんですけども、鎖国をしてないんでね、やっぱグローバリズムっていうのはものすごく私たちの可能性を広げてくれたんですけども、逆にそのリスクも広げてくれたのかなと思うんですよ。ですから私は自由度とともに、自由が広がったとともにそのリスクヘッジもね同時にしていかないといけないのかなということを思うんですよね。いろんなことができて可能性が広がった、可能性が広がったってことはそれだけ自分を守る義務も生じてきたってことなんですけども、なんかいいところばっかりに目を向けてね、なんか投資商品じゃないですけども、儲かりそうだからって言ってお金をどん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 放り込んじゃって、それがもしねうまくいかなくなったらどうするってことをやっぱり忘れてしまう人が多いのかなと思うんですよ。だからどんな時もリスクヘッジをしながらあらゆる可能性にチャレンジしていきたいなと思いますけども、皆さんどうお感じになったでしょうか。それではですね、いつまで有効か分かりませんけども、そのアビガン開発者で、千里なんて言う 大学教授、千里なんて読むかな、金壇大学教授、難しいですね、そんな大学あるんですね、白木、先生、ミヤネ屋出演部分、すいません、なんかたどたどしくって読めないですねこれね、なんかね、アビガンの開発者とされる白木教授の、番組をね30分ほどありますけども、動画説明欄からご覧ください。